どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。それとはいどうもてやすまんまっすと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 こだいでーす。パンパンナイスやったーやったー。これ5回目嘘っすはい、初コラボということでテラスパンパンさんに来ていただきましたー。イエーイ。ウームのつながりだこれが。そう、一緒のウーム専属さんでーす。はい、お願いします。お願いします。今日はですね、せっかくなんでテラスパンパンさんたちはあのテニス初心者なんですよ。ソフトテニス初心者なんで、まあ、今回バラエティに特化した動画を撮ろうかなと思いまして、まあ、あの僕のチャンネルおなじみのテニスの王子様シリーズ、それかというのを皆さんでやろうと思います。はい、それでですね、今回は何のシーンを再現するかと言いますと、あの乾っているんですよ。乾知ってます皆さん？いや全然知ってます。メガネのジェネレーションギャップやこれは。あのメガネかけたあのデータテニスをするやつがいるんですよ。そのデータテニスを今日再現しちゃおうかなと。レッツゴー！あゆたろうチャンネル。サイドガラ空きだぜ。ストレートの確率 100%。 残念だがボール3個分。届かない。よっしゃー、来た来た来たー、データテニス。さあ反撃といくか。データテニス、ふざけやがって。何がデータだ。あゆたろうチャンネル。はい、お疲れ様でした。いや楽しかった。楽しかったですね。大丈夫ですか。1回しか出てないですけど。僕もデータテニスだ。データテニス、いや僕に関しては喋ってない。こうやってやってただけということでね、まあ、あの初心者、皆さん初心者なんですね、テニス、はいはい、なんでせっかくなんでソフトテニスの楽しさをね、はい、分かっていただこうということで、はい、いろいろ、まあ、変化球やらどんぐらいスピードが出るのかとか、どんぐらいボールがこう怖いのかとか体験していただこうかなと思いますので。ソフトテニス特有のね、あの回転を使ってちょっと皆さんを楽しませようと思います。やった。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。ゴー。あゆたろうチャンネル。はい、じゃあまずはですね、あのソフトテニスってカットサーブってあるんで、そのカットサーブを皆さんに受けてもらいたいと思います。お願いします。お願いします。すいません、これ話なの、僕たちのチャンネルの方でちょっと確認してみてください。すいません、話で今日は。お願いします。ちょっとやっちゃって。ボール、なんか曲がってた、伸びとった。お願いします。いやいやいや、20度ぐらい曲がるっすね、これ本当にすごいよ。こうやろ。いやいやいや待って待って。曲がるとこの醍醐味見せんか。曲がる前に当たってる。はい、次はファーストサーブ、あの結構速いサーブをねちょっと食らってもらおうかなと思うんで、取れるか試してみたいと思います。ストレートのか。だから違う、お前ドッジボールじゃないんけ。お前はい、そして最後にあの全アタックをね皆さんに体験してもらおうと思いますので、どんぐらいねソフトテニスのボールが怖いのかっていうのをね体験してもらいたいと思います。めちゃくちゃしっかり握っとったのに鼻スーン。マジで顔面だけ押さえてくれた。やば、相当しっかり持っとったらいい。俺めっちゃ思いっきり握っとったのに。いやいや、顔出せ顔出せ顔出せ。逆に危ない、逆に危ない。おお、見えんかった。見えん、消えた消えた消えた。見えん見えん。いやちょっと見えてないんで、もう一回ですね。見えてないんで。うわっ、うわっ、早っ早っ。はい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 。もう嫌や。うわっ、うわっ。ばっかやってる。怖っ。危な。ちょっと俺欲しい。危な。僕はお願いします。ね、ほんとね、ね。じゃあ皆さん、彼はド M なんで。ほんとすごい。うわぁ。うわぁ。なんか F1 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 頑張って頑張って。やっほー。
止まってない止まってない。ありがとうございます。本当に。いやもうすごい。もうなんか言葉にできん。あゆたろうチャンネル。はい、お疲れ様でした。どうでしたソフトテニス。涙出てます、ね。ソフトテニスって怖いんだなって思う。意外と球速いんですよ。やばいです。もう見えなかった全然。なんかあと公式と違うとこはあの変化があるっていうなんかこう回転とか、うんまあ、その辺ね楽しんでいただければと。それあの概要欄の方にテラスパンパンさんのチャンネル貼ってありますので、ぜひぜひチェックお願いします。そちらの動画でもねあのあゆたろう出てますので。そちらでもね、面白い曲やってますんで、かっこいいですよ。ぜひぜひお願いします。お願いします。これあ、で、一つ、あの、皆さんこれ気づいてますか、あの、裸足なんですよ、皆さん。あ、そうなんですね。はい、すいません、これこれね、彼だけあの、靴ありますけど、あの、裸足なんですけど、ちょっと、これ今、理由がありましてね、はい、これ言っていいんですかね、理由は。あ、いいですね、はい、全然ガンガン。ちょっと説明してもらえれば、なんか、はい、ちょっと理由があるんですよ、ね。はい、そうですね、まあ、僕たち、あの、まほとさんいるじゃないですか。はい、あの人にコラボしてくださいって言ったら、登録者10万人いくまで裸足生活できたらいいよって言われたんで、裸足生活を、ね、守ってるとこがすごいですね。もうプライベートももう分かると思うんですけど、はい、一切履いてないじゃん。マジでなんかの企画かと思いました。駅で会った時に一段落会話が終わった後パッて見たら、なんで裸足なのみたいな。最初気づいてなかったです。そんな流れがあったぐらい本当に 駅の会った時から裸足だったん で、まあね、ちょっといた仕方がないんでみんな、すいません、すいません、いろいろすいませんコートで話してっていうのを考慮して見てください。お願いします。はい、ということでこの動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。テラスパンパンス何ですか最後の。いいですか。